ここが元評議員のミケロの家だな。誰じゃ。フェアリーテールです。タルタロスがあなたを狙っています。しばらく身の回りを警護させてください。守ってやる。つうか守らせろ。気持ちは嬉しいが、はっきり言って迷惑じゃよ。だいたいどうやってうちの住所を。まあまあ、同じ猫仲間じゃない。誰が猫じゃ。あの、狙われる理由について心当たりはありますか。ありすぎてまとまらんよ。わしらに恨みを持つ連中は闇ギルドだけじゃないしね。恨みなんかじゃないわ。絶対に何か別の理由で評議員を狙ってる。思い当たる節はないの。いや、待てよ。まさかフェイス。全員伏せろ。あら、全員ぶっ飛ぶ思たんやけどな。現評議員みたいに。タルタロスか。誰やわれ。フェアリーテールの夏だ。始めるか、メイフガリオ。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力。カリュウの安書き。お前おもろいやんけ。が、一つ言っておくことがあるわ。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力。お前俺に何回触った。行くぞ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 。グレン・カリュウ君、くそ。バク・ドホ。カリュウの絶冠。グレン・カリュウ君、くそ。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力。グレン・カリュウ君、くそ。おっと、動かん方がええよ。ごほカリュウの絶冠。行くぞ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 。お前も学習能力のないやつやな。また俺に触りよったか。コツはつかんだ。コツ？
な。なくらいんだ。ないわ、ないない、ありえへんって。まだまだ、これからよ。いける。もう効かねえぞ。燃えてきたぞ。開け、砲兵級の扉、アクエリアス。おーれー、おーれー、くそ、カリューの逆か。クハトーン、グレイン火竜拳、ルーシーキリーク、開け、砲兵級の扉、アクエリアス。俺の呪法は、触れたものを爆弾に変える力や。グレン・カリューテ、くそ、ルーシー・キリーク、開け、砲兵級の扉、アクエリアス。俺たちタルタロスが使うのは魔法じゃねえ。重宝、魔法の上位に存在する力。魔導士ごときにゃ勝てんわ。爆破と、もう効かねえぞ。扉、バルボ、ビタホール、天竜の宝
これを使います。ありがとう。バクラセル。レグルスインパクト。開け砲兵級の扉アズエリア。おーれーおーれーくそ天狗扉レグルスインパクト。俺の呪法は触れたものを爆弾に変える力。グレンカリュータ。くそ地球の扉レオ。レグルスインパクト。開け砲兵級の扉時が俺ら悪魔に上等くれとんじゃねえぞ。これ悪魔、お前らみんな悪魔なのか。ほらね人間ども、それがお前らの戦う理由か。俺たちは違うぞ。傷つけられた仲間のために戦う。敵は人間でも悪魔でも神でも何でもいい。力を貸してくれラクサス。ライエンジーのゲッター。強敵だったわね。夏でも相打ちで精一杯。いや、勝った。だそうです。倒したんだね。なんとか情報を引き出さないと。いや、ほんま参ったわ。ここまでされたんは初めてや。悔しいわ。すまん、教官。せめてこいつらを道連れに落ちるわ。自身や死んでも止まることはないわ。地獄で会おうや。どうすれば。このままじゃ町が。そうはさせないぞ。ハッピー、ハッピー、早く逃げて。オイラたちはお前らなんかに負けないぞ。ジクシャなかった。髪ダメだ、もう息がねえ。そんな、しかしどう
うやって殺したんだ。外傷が見当たらねえ。おお、立ち上がって。何すんだよ。通信用ラクリマか。また倒れた。どうなってんだ。やはり死者のマクロではうまく機能しませんわ。誰だお前は。元評議員に何したの。冥府へ向かうお手伝いをして差し上げました。タルタロスか。人間の書く物語など退屈ですわね。私が物語を紡ぎましょう。悪魔の物語を。来るぞリサーナ。エルフ兄ちゃん。違うんだ、体が勝手に。苦しい。何をした。やめろ、今すぐやめるんだ。悪魔の物語に慈悲という言葉はありません。くそー、よせ。俺の体を勝手に。リサーナ、しっかりしろ。リサーナ、頼む、もうやめてくれ。頼む。人間が悪魔に物を頼むとき、それは悪魔に魂を売るときですわ。あなたは私に魂を売りますの？ミケロさん、話してください。世界中でこうして街が襲われてるんです。シロキーさん、フェリス、わしは何も知らん。本当に何も知らん。フェイス？フェイスは評議員が保有する兵器の一つ。兵器だ。評議員がなんでそんなもんを。で、何なんだよそのフェイスってのは。魔導パルス爆弾。大陸中すべての魔力を消滅させる兵器。大陸中の魔力を消滅？それじゃ全魔導士が魔力欠乏症に。それだけじゃない。タルタロスの使う力は魔法じゃなくて呪法だとか言ってた。全魔導士が魔法を使えず苦しむ中で、タルタロスだけが自らの力を使える世界。そりゃどこにあるんだ。奴らより先に俺たちがぶっ壊してやる。知らんのじゃ。本当に封印方法は三人の元評議員の生体リンク魔法だと聞いたことはあるが、その三人が誰なのかは元議長しか知らない情報じゃ。生体リンク魔法、三人の命が封印を解く鍵ってことは、タルタロスの目的は。情報を聞き出さなくても元評議員を全員始末すればフェイスが起動できてしまう。いただきます。いいパルファ香りですね。クロフォードさん、早速ですが、私たちはタルタロスを止めるため、まずフェイスを破壊しようと思います。その保管場所をお教えいただけないでしょうか。元議長でも知らない情報を奴らはどうやって手に入れたのでしょう。ならば生体リンクでフェイスを守る3人の元評議員を教えていただけませんか。私たちが全力でお守りいたします。そんな、
人も知らない。ではタルタロスは本当に元評議員を皆殺しに。どうやらお出ましみたいね。家を包囲されている足音、20人はいる。来るぞ、見ろ。切られたいものからかかってこい。力のぶつけ合いってことでいいのよね。行くぞ、ペンタグラムソード。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。どう、かっこよかった？片付いたか。さすがエルザね。それにしても妙だ。エルザもそう思った。元議長という最重要人物を狙ってきたにしては手応えがなさすぎる。どう見てもただの兵隊だ。エルザ、どうした？ミラ、私、ミラ、さすがです元議長。一度ギルドにご帰還ください。どうしたの、夏？急に。急げ、ハッピー。あい、どうしたの、夏？くそ、なんで気がつかなかったんだ。誰も、現評議員でさえ知らないはずの元評議員の住所、それにフェイスのことも、タルタロスはなんで知ってんだ。誰かが評議員の情報をタルタロスに流してんだ。誰かって？わからねえけど、評議員全員の情報を持ってる偉いやつ。エルザ、ミラ、いないね。いや、二人の匂いが少し残って。何があったんだ？ここ、ハーブの匂いが強いね。この匂い、睡眠薬だ、多分。もしかして、エルザとミラは眠らされて。くっそー！元議長は、タルタロスの仲間だったんだ。だからフェイスのことも、元評議員の住所もタルタロスに知られた。エルザとミラは捕まっちゃったのかな。必ず見つけ出す。ドラゴンの腹を舐めるなよ。目が覚めたかな。これは、ようこそタルタロス。タルタロスだと？ミラは？元議長は？元議長は我々の同志だ。計画成功後に再び評議員の議長となるだろう。そなたらは元議長の罠にかかり我々に捕獲されたというわけだ。バカな、元議長が裏切るはずなど。無駄な抵抗はよせ。その拘束具は魔風鉱石でできている。繋がれている間はいかなる魔法も使えん。ミラは、私の仲間はどこだ？殺してはいない。コナタの下僕にするために、これから肉体を改造する。やめろ！そうわめくな。そなたには聞きたいことがある。ジェラールの居場所だ。そなたらが親密な関係なのは知っている。なぜジェラールを？
どこにいるか言え。コナタの魔は人の感覚を変化させる。そなたの痛覚は今極限まで敏感になっている。いえ、すらない。フェイスの不徳ため我々は元評議員を皆殺しにするつもりだった。だがようやく封印してる3人の元評議員の名が判明したのだ。うち2人はすでに死んでいた。残る1人は、まさか。ジェラールが死ねばフェイスの封印が解ける。そんな。おっと、少し口が滑ったな。これでは知ってても教えられんか。知らん。本当にジェラールの居場所は。ジェラールの居場所を言えばミラジェーンを返そう。言わねばそなたもミラジェーンを死ぬ。本当に知らないんだ。頼む、ミラを助けてくれ。そうか、もう少しこなたを楽しませてくれるのか。三人の封印者が判明したのですか。そうだ、元議長のスーパーアーカイブはすごい魔だと認めざるを得ない。ではこれ以上無駄な殺生はせずに済むのですね。三人のうち二人の封印者は今までの標的の中にいた。残る一人はジェラール。こいつを見つけ殺せばフェイスは起動する。フェイス魔導パルス爆弾、とても恐ろしい終末の兵器。しかし我々にはそれが必要なのだ。ええ、分かってます。ジェラールさんは見つかりそうなんですの。エルザ次第だな。教科様は口を割らせるのは得意ですものね。そなたのマクロを使う手もあるが、それでは面白くない。それよりもフェアリーテールにこれ以上邪魔はされたくないな。そこはお任せを。妖精の最後にふさわしい物語を用意しております。来いセイラ、久しぶりに可愛がってやる。教科様。ここで間違いねえ。元議長の匂いがする。エルザとミラを探さなきゃ。やってやる。よいしょっと。おりゃ、よっしゃ、いっちゃいっか。よし、
カリューの猛攻。もう終わりか、暴れたんねえぞ。よいしょっと、お宝だ。よっしゃ、行っちゃいくか。よし。
りか。暴れたんねえぞ。よいしょっと。よっしゃ、いっちゃいっか。いくぞ、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 カリューのよくがけ。よっしゃ、勝った。お宝だ。ちょっと。よっしゃ、行っちゃいっか。カリューのゴールカリューのゼッカーイ。よっしゃ、勝った。いっちゃいっか。グレンカリュウ君。カリュウのゼッカーン。よし、いくぞ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 、行っちゃいっか。グレンカリュー君。グレンカリュー君。よし、カリューの絶対。楽勝楽勝。よいしょっと。わりゃ。よっしゃ、いっちゃいっか。行くぞ、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 
侵入者か。お前、タルタロスの人のギルドで好き勝手やってもらっては困るな。あたりの温度が下がった。寒いよ、夏。お前だな、太陽の村の氷を溶かしたの。お前があの村を凍らせたのか。いや、感謝してるぜ。あのままじゃ罰が悪かったしな。どうやら俺の勘違いであの村を凍らせちまったらしいんだわ。お前、なんだか知ってる奴の匂いに似てるぞ。グレイ。ナイツ！汚らわしい名前を出すな。どうしよう、みんなに伝えなきゃ。猫はどこ行った？まあいいか。夏、起きて夏。ああ、リサーナ、ここお前も捕まっちまったのか。うん、全然覚えてないんだけど。ここにはエルザとミラもいるはずだ。なんとかして助け出さねえと。エルザとミラネーも？どうしよう、多分エルフ兄ちゃんも捕まってる。私たちがこんなに次々やられてくなんて。今回の相手、今までとは全然違う。違わねえ、必ず勝つから。まずはここを脱出するんだ。ナッツ、無駄だ。お前、立場上逃がしちゃやれねえが、差し入れだ。水？冷たい。おい待てよ、お前何者なんだ。ナッツ、あいつグレイと同じ匂いがするんだ。ナッツ、まさかな。チックショー。あの火の玉と青猫だけは許さへんで。必ずぶち殺したる。やかましは。あ？誰やお前。これが魔、力がみなぎっておる。新たな仲間っちゅうわけか。